クリエイティブフリークス。ごちそう。はあ、夢ね。深刻な割によく食うな。まともな飯は学食だけとか言うなよ。うわ、毎日。あ、まあわかるけどさ、お前さ、そりゃきついわ。だから朝飯の夢なんか見るんだよ。かもなーじゃねえよ。
お前がいつも顔色良くない理由分かったわ。そんな生活続けてるとそのうち倒れるって。バーカ、自炊しろ自炊。あのさ、せめて白飯に味噌汁くらいは自分で作れよ。いやだ、誰かに飯を作ってほしければ彼女でも作れ。じゃあ自分で勉強するしかないな。そういえば噂じゃこの大学にも料理研究会とかいうサークルがあるって噂を聞いたことあるな。あるらしいよ。ただあまりいい噂は聞かないけどな。おい、私は結垣桃子、会長はマリコ、あ、白金マリコって言って、それともう一人相原さとみって子がいてね、みんな同学年で。うん、今は女の子3人。料理作りたいの？いいね。男の子で料理を勉強したいって人珍しいよね。もしよかったら、本当よかったらでいいんだけど、理由聞かせてくれる？うちもね、お母さんが家事が苦手で、小さい頃から私が全部やってたの。誰も作ってくれないなら自分で料理を作りたいって思うようになるよね。うんうん、でも男の子が
が料理しようなんてなかなか思わないよね。一人で食べるご飯は味気ないし。私もどうせ作るなら寂しく食べるより誰か大切な人に作ってあげたいなっていつも思ってるの。やっぱり母性本能が強いのかなって。あるよ。でね、私在学中に旦那様候補を見つけて。旦那様、いい響きよね。結婚式は海の方に立てるとか憧れよね。あー、でもジューンブライドだと天気は微妙なのかな。晴れてくれないとせっかくの海が見えないよね。披露宴はごく親しい人たちだけでひっそりと。旦那様のご両親との同居は、しばらくは二人きりで新婚生活を楽しみたいから考えちゃうな。でね、疲れて帰ってくる旦那様を温かい料理で迎えて、お風呂にする？お食事にする？子供はたくさん欲しいよね。野球チームができるくらい。もう。君なら私の理想の家庭像分かってくれると思ったの。きっとそんな理想を追い求める者同士だって思ったから。だってご両親は離婚して母子二人きり、しかも誰も料理を作る人がいなくて食うや食わずの毎日。それなりね。無理しなくていいのに。でも家庭料理には憧れるんでしょ。幸せになりたいよね。私いつも思ってるからわかるの。同じ匂いがするって。君はね、幸せになりたいの。幸せな家庭か。私の理想の旦那様は一体どこに。よし、君の幸せになりたい気持ちに応えて美味しい家庭料理を教えてあげる。料理は家庭円満の基本だもの。じゃあまずはオムライスとか。そっか、じゃあご飯とお味噌汁は作り置きのがあるから。そっ、大げさだな。面白い人。これから目玉焼きを作ります。まずは卵を割ってボウルに入れるよ。じゃあ早速焼いていくね。
フライパンに油をすくひいて中火にかけます。あ、すごく大事なことがあるの。フライパンはとっても大事。で、いよいよ卵を入れるよ。卵をそっとフライパンに入れてね。そして水大さじ2杯を入れて蓋をしてください。火は弱火に。いい感じになったかな。じゃあ蓋を外して、もし水気がまだ残ってたら火力は強火にして飛ばしちゃおう。あ、これで完成。お皿に盛り付けて塩を少々かけて召し上がれ。朝ごはんって感じだね。どう？卵をフライパンに入れるときにそーっとゆっくり入れてあげるときれいな形になるよ。あとはなんといってもフライパン。フライパンが悪いと目玉焼きがフライパンにくっついて取れなくなっちゃったりするから。うんうん、むしろテフロン加工済みのフライパンだったら油ほとんどいらないくらい。いいフライパンと悪いフライパンじゃ全然違うんだから。うん、なんなら帰りに一緒に買いに行こう。大げさだな、ただの目玉焼きだよ。喜んでくれてよかった。せっかく覚えたんだからちゃんと自分でも作るんだよ。作らなかったらすぐに忘れちゃうんだから。ご飯の炊き方やお味噌汁の作り方だって案外奥が深いんだから。それはまた今度教えてあげるね。じっと見つめられたら恥ずかしいよ。私の顔にご飯粒でもついてる？会長は私よ。会
会長の許可なく新しい会員を入れるなんて許されないでしょ、普通。とにかくどんな事情があろうとも私に無断で入会は認めないから、オッケー。で、そこで関わり合いにならないようにしてる君、どんな風に桃子のことをたらし込んだの？君の料理が食べたいんだとか適当に甘い顔で近づいて、実は食べちゃいたいのは桃子なんでしょ？男の考えることなんて大体同じだから。これから豆腐とわかめの味噌汁を作ります。わかめの下ごしらえをします。は豆腐2分の1丁を 1.5 センチ角にカットします。2分の1丁だからまずは半分に切ってください。余った分はラップして保存しておいてね。次に横の真ん中に切れ目を入れて、縦と横 3,4 回カットしたら出来上がりだよ。慣れてきたら下ごしらえをしている間にお湯を沸かすとか同時進行できるようになろうね。ネギ5センチを小口切りにします。ネギを軽く洗って薄く切るだけ。簡単簡単。さっき塩抜きしたわかめをカットしましょう。やり方わかるかな？さっきのは塩抜きしただけだから、切る前にわかめをよく洗ってね。硬いところがあるからそこは取り除いて食べやすい大きさに切ってください。こんな感じで食材の準備は完成。軽く煮立ってきたら、さっきの豆腐とわかめを鍋に加えて中火にしてね。味噌を用意します。お茶、いよいよ仕上げです。はい、完成です。
生まれて初めて作ったお味噌汁を一緒に食べれるなんて素敵だね。どう？ちょっと煮すぎちゃったね。料理によるけどね。お味噌汁の場合はそうかも。うん、自炊する癖をつけたら料理の腕はめきめき上達すると思うよ。結局たくさん数をこなして身につけるものだから。うん、頑張って。いらっしゃい。